さあさあさあ始まりました。本日も父さんがお送りするセブンデイズトゥナイトの忘れの時間がやってまいりました。わーわーわーじゃなくてわーだね。ということでですね、前回私はこちらオートショットガンを手に入れまして、見てくださいこれで、わー、ちょっと無駄弾使わないように気をつけないといけないんですけども、これいいよね。あとはこちら今足についてるんですけども、バックパックを手に入れてですね、プラス15、めちゃくちゃ1列2列3列目ですねまでバックパックのインベントリー広げることができました。ということで、これも有識者さんのコメント、皆さんいつもありがとうございます。有識者のみんなありがとうね。バックパック手に入れることができました。でプラスこちら見てください。私前回ですね、犬に噛まれて狂犬病を発動しておりまして、こちら、1時間120分以内に HD 狂犬病注射を使用しないと治療できなくなりますという状況が、迫りきております。これですね、トレーダーにも売ってないし、今一応お金だけ持っておいて、この辺の掘りクエとかかな、いやもう全然わかんないですけど、とりあえず今日はちょっと今からひたすら掘ってですね、狂犬病の薬探しきりたいと思います。掘って出てくるようなイメージ全くないんですけど、前回拾ったこの鉄ショベルと、あと私今ショットガンの耐久値、下左下見えます、これもうちょっとでこのショットガン耐久なくなりそうなんですよ。あ、これですね、こっちの方が見やすいか、これ修理キットで直せるかなと思ったら、修理キットでショットガン直らへんのですよ。これでこうするとほら、このショットガンの修理キットとこのプラス、これが必要なんだよね。でこれ、あるわ、これか、これショットガン修理、あ、これで直せるんだ。あーよかった。じゃあこれも一応持っといてギリギリまでっていう感じにしておきましょうか。でとりあえず今からですね、穴掘って、これはもう前回読んどこうかな、これ全部、これ同じ種類のやつはいっぱい読めばいいんですよね。で、じゃあ同じ種類のやつはいっぱい読めないのか、違う種類のやつは全種類読んどいけば、ここから、堀クエの場所がそれぞれ全部出ると。1、2、もう1個、3箇所目がないんだけど、あった、出た、ここの部分ですね、一番近いところはここか、この向こうの町の向こう側ね。よし、とりあえずこの爆速ダッシュで、今から時間が許す限り、夜になったら一回の終わりなんで、ちょっと掘り出して、私はなんとか狂犬病の薬を見つけきりたいと思います。120分ってことは約1日ですよね。今この世界のサーバーの設定が120分で1日設定にしてますから、そう考えるとあと1日、今半日ぐらい経過したかな。今日の午前中に犬に噛まれた気がするんですよ。でそこから120秒だからもう待ったなしですよね。なのでちょっとなんとかそのミッションだけは私はクリアしたいんですけど、もう出る気がしないんですけど、まあできるだけね、やれるだけのことはやりましょう。とりあえず3箇所全部掘って、なんとか水が切りたい。いや嘘でしょ、掘りくえ来たんだけどさ、道路の真下やんこれ。え、何これ、掘りくえ見つける近い、いや見つけたんだけど、あれびっくりマーク出ませんでしたっけこれって。嘘だろ、道路の下ってコンクリやん、ここ。これだってほら、いや一応鉄ショベルで掘れるは掘れるんだけど、これ土と違って全然時間かかる。ちょっととりあえずこっちのマツコさんちょっとやっつけましょうか。オッケー、うーわ最悪だな。これじゃあこっち側から、土のところからこれ掘っていくしかないですよね。こっち側からどんどん掘って、道路の下掘っていくしかないですよね。このコンクリ状じゃないところ、あった、意外に早めに見つかりましたね。よし、こっからが問題だ。開けて、全部取り切った時に、ピストル出た、見た、え、ピストル出た、4のベースボールバットと、あーこれ全部取れるな。よし、取った大丈夫、あ、クエストじゃなきゃ大丈夫なのかな。オッケー、ピストルゲットしました。みんなちょっと弾持ってきてないですけど、やったぜ、ついにピストルだ。よし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 、これやっぱ掘りクエいいな。次の掘りクエ先はここ行きましょうか。よし、こっちですね、次も掘るぞ。いや違う、ピストルは嬉しいんですけど、今目的はピストルじゃなくて狂犬病の薬、そっちのそっち。とりあえずでも掘りクエにちょっと一筋の光をと希望を見出した私は、とりあえず急ぎましょう。はい、到着したんですけども、必ずゾンビがやってくる。バットが強くなっている。いやこれ強いな、ひるまない。はい、今のうちに殴っといて。やばい、違うの来た、こういう時はショットガン、はい、いける、よし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 、ありがとうございます。ちょっと肉ももらっときましょう。じゃあ次も掘っていきますか。
はい、見つけました。2箱目。狂犬病の薬は出ないっていうか、ちょっとこれしょぼいですね今回は。さ、すぐ逃げて。あー、やっぱこっちは穴掘りクエストじゃないから別にゾンビは出るわけじゃないんですね。よし、次の目的地行きましょう。あー、次はちょっとこっから距離あるな。 1.5 キロ。いや、でも頑張っていくしかねえな。時間が17時34分。急げ急げ。お、やばー、途中の誘惑見つけちゃった。また見つけました、このトゲトゲのところ。いや、そのトゲトゲやってる場合じゃないのかもしれないけど、いや、鉄ピッケル忘れるよね、こういう時に限って。いや、もうバックパックはあんまり容量は増やしたくなかったからさ、余計なんですけど、これちょっとメモっとこうか。ここにありますっていう時、あー、これね、あ、拡大するとこれ見えるんだ。位置登録しとこう。よし、じゃあここにドルマークで物資ってやっといたんで、マップ拡大するとこれ一応見えるんですね。ここを探して漁ってもいいかもしれないですね。違う、見て、ここにもあるわ。あ、結構あるで。ここもちょっと登録しよう。はい、来ました。3箇所目。ゾンビいるけど、なんかビリビリした人がいるな。なんだ、なんかビリビリビリついてる人がいますけど、とりあえず時間ぐらい急いで掘っていきましょう。ここもやっぱ来ちゃうよねと。はい、もう一発。硬いな、残忍だと硬いのか。いや、でも吹っ飛ぶからオッケーと。いやいや、もう集まってきたな。でもだよ、こっちでヒットガンに切り替えて、やっとくオッケー。ビリビリした人がどっかにいるんだよな。なんかビリビリ音でやたら聞こえて、これか。ちょっと待った。ちっちゃいデモリッシャーで、いやいやいや、最後どうだったどうだった。気絶気絶、ノックアウトされました。ちょい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 、前前前前前が見えない。目が、うわ、怖っ。ちょっと待った、ちょっと待って、あの、違う、どっかからうー聞こえる、どっかからうー聞こえるし、ちょ、ちっちゃいデモリッシャーいる、ちっちゃいデモリッシャーで、ちっちゃいデモリッシャーに殴られたら、ちょっと包帯、出血してて、なんかちっちゃいデモリッシャーにワンパンされて、前が見えなくなった私。で、しかも、ワンちゃんもどっかにいる、ちょっと、うー聞こえる、うー音が、ぐるぐるいってる、ぐるぐる、ちょっと、ほら、ちっちゃい、デモリッシャーがちっちゃい、硬い、そして硬い、しかも攻撃範囲広い。どこだ、ぐるぐる音は何だ、デモリシャがぐるぐるいってんのか。ちっちゃいちょ、デモリシャがちっちゃいのよ。ちょ、引っかかる、ちょ、硬い、そして硬い、やばい、前見えなくなる、ちょ、この、やばい、ちょっと待って、ちっちゃい、ちょっと待って、ヘッショとかもそういうレベルじゃないし、どう、ちょっと待って、はい、OK、やった、あとは、はっ、やったか、おい、もうなんだよこれ、もうなんかアイテム持ってるし、これ違うな、これ、ほら、もうもうちょっと勘弁してくださいよマジで。いいよ、しゃー、見つけました。と、中身は、あー、なんだ、エンジン、オートバイのハンドル、オートバイシャーシに四駆トラックにジャイロコプター、何やミニバイクのハンドル、ちょっと待った、オートバイシャーシとハンドル、あ、オートバイは作れるぞ、エンジン、わかんない、四駆のシャーシあって、うまっ、ちょっと待って、乗り物作れるかもこれ、ちょい、でも狂犬病用の薬、じゃあ、あの、ありがたいんですけど、狂犬病の薬が欲しいんだな私は今。よし、とりあえずひとまず戻ってきたんですけど、もらったアイテムは以上のラインナップでございます。で、車が作れるんじゃないか、車じゃないなこれは、多分バイクが作れるようになってるんちゃうん。私バッテリーがないんだ、バッテリーさえあれば私もうこれオートバイのパーツは全部揃ってるわ。エンジンあって、で、よっ4も作れる、4区はあれか、パーツが、シャーシが足りないのかな、ジャイロコプターとかそれぞれパーツは足りないんですけど、このオートバイに関してはオートバイハンドルとオートバイシャーシがあるんで、これはほらここね、こう作れるんですけど、そんなこと言ってたらですね、もう夜になっちゃうから、とりあえず一旦アイテムしまって、とりあえずバットもしまっといてですよ、これで私は品質4のバットと、ハンドガン、弾がですね744発もあります。これでハンドガンで、もうこれある程度ね、攻撃は良くなったね、良くなったはいいんですけど、ちょっと、感染が残り42分、やべ、カウントダウン始まったな。なのでちょっと鉄のツルハシピッケルか持って、私さっき穴掘りでぐるぐる回ってる時にですね、4箇所ぐらい見つけたんですよ。1、2、3、4、ほら結構見つけたでしょ。で、ここのトゲトゲブロックのところ、あれ利用品も手に入ったじゃないですか。だからキューブブロックとかも持っといて、いや、あんまり持つとあれだけですけど、まあ、とりあえずこれでちょっともう残すところは、ね、もう可能性を考えるなら、ちょっと待って、ここはお腹すいた、ミニ飯食べて、こういう時はミニ飯食べよう。やべ、ゾンビ遊びに来てるわ。水飲んでミニ飯食べといて、
そしてハンドガンを用意してハンドガンでやっつける。どどどどどど、あ、ヘッショーは効くね。ヘッショーは効くわ。他はあんま効かないけど、よし。で、まずはちょっとこの、4箇所回って、ここに掘った先に武器と弾と薬箱もあったじゃないですか。その薬箱にかけるっていうのはどう？もうあともうないもんね、時間40分。でも今から夜の時間なんですよ。でこっからゾンビが全力疾走で本気出してくるんで、ちょっとこれでうまく掘り進めれるかわかんないんですけど、なるべく、あれ10時でしたっけ、夜9時だっけ、10時だっけ、全力疾走になるの、あれだけは本当勘弁してもらいたいんですけど、これちょっとうまく避けながら、なんとかあのトゲトゲの物資の中からですよ、薬品箱、狂犬病の薬を一発神引きしたいところなんです私は。はい、来ました、最初のトゲトゲエリア。まずはですね、ハチェット弾とこっちを切り替えて、これ上からこれさ、ブロック積んでさ、最初のここをショートカットできると思うんですよね。そう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 、このトゲショートカットして、もう必要最低限のとこだけ、痛い、これ痛い、なんで痛いの、ここね、ここから壊して、なんか痛えな、なんでだ、トゲってるぞ。でここにブロックしてだよ。でこの続きのブロックを壊すと、でそうすると最小限の破壊で最速でブロックいけるじゃないの。まあアイテムを回収できるんで、これめちゃくちゃ美味しいから、とりあえずここを壊して狂犬病の薬1個出てくれりゃいいね。もうここにかけるぐらいしかないですよね、今できることといったら。30、残り9分38分、4箇所ぐらいはなんとか回りきりたいな。1箇所5分で回りきれば4箇所ぐらいは回り、移動時間も考えなくちゃいけないんで、とりあえず急いで壊そう。ここはい壊しました。で次は斧に切り替えて斧で壊していきます。はい、壊す、降りる、壊す、建材調べの、はい、回収シーンの、うわー出ないかー、ハーブ合成剤かー、武器は、あー火薬と弾はありがたいけど、ここ取って、秘伝のレシピを覚えて、グリーンピース、あーでもハマキ220円で売れてた、オッケー、ダメか、で食らうよね。よし次行こう、次の目的地ここ。いやーなんかでも今の雰囲気見るとちょっとなんかやばそうですよね、出なさそうな雰囲気あるなーこの感じ。はい2箇所目来ました、急ごう、とりあえずこうしてこっち飛んで、でよく思ったんですけど、スキルで2ポイント、あー略奪頻度でしたっけ、ラッキーな略奪者、通常のいいものが自ら開けたコンテナの略奪品ボーナスが 5%、 これを上げて、もう悪ガキ、いやもうでもレベル2は取れなかった、スキルポイント1余ってるけど、よし1個上げればまだマシじゃないですか。よしとりあえずこれで壊していきましょう。これよく考えたら全部壊さなくてもいいですね、上の4つ。この箱壊して、この箱ここに降りて、この箱壊して、この箱壊して、医療品来い、来ねえなー、大きい放題。でもなんか出るものは良くなった気がする、数が増えましたよね確実に。なんかシャーって言ってるんだけど、なんかシャーって言ってんだけど、これはさっちゃんじゃないの、ちょっと待って叫ばないで、ちょっと何この、何、おーすごい、なんか変なの食らった、ちょっと待った、しかもこれ壊れてるし修理して、あれもう呼ばれたのさっちゃん、ちょっと待ってここだけ壊させて、やばい、ちょっと回収させてもろって、たまたま、やばい、さっちゃんなんかすごい叫んビリ、なんか叫んでないのに、あのなんか放射能食らったみたいな感じで、危な、何あのさっちゃん超怖いんだけど、あしかも今見たらここにもあるわマーク、結構ありますね。よし次、時間が許す限り、もう夜だよ、急げ、ありました、意外に結構あるね。でゾンビの声も聞こえるから、ちょっと怖いは怖いんですけど、ちょっともうこれもう死ぬこと言ってられないですもんね。よし壊そう、いやゾンビ来てるけど、鉄針がいい仕事してくれてるわここに来て、これ、あーでもやられるね、オッケー、ナイス、ちょっと待ったトゲトゲのさ、この範囲広なってません、ちょっとなんかめちゃめちゃ食らうんだけど、どうしたらいいこれ、ちょっとこっちも壊さないとダメだわ、真ん中だけそっと降りようと思ったらトゲトゲ刺さる、で HP めちゃくちゃ削れちゃうから、ちょっとこれ怖いですね。こっちもちゃんと壊しといて、いや時間かかんねんこれ壊すのも、結構言うて、だから急いで壊して、あんまりなんかこうその一マスにね、スッと降りたつもりなんですけど、トゲトゲ刺さり続けるんですよ。で、HP が減り続けるから、ちょっとここは慎重に。はい。弾。いや、おー、AP 弾とハイパー弾出た。やっぱここうまいわ。違う。問題はこっちや。欲しいのは。さっ。来たくら来ないー、そしてまたさっちゃん出てくる、なんでなんなのこれ、この、これ、これ何これ、ジャンプできない。ちょっと待って、ジャンプできん、あいつなんなの、超怖っ、ちょっと。
さっちゃんが尋常じゃないぐらい攻撃、ビリビリは何なの？なんか放射能食らったみたいな感じで、さっきジャンプもできなくなったんですけど、で叫ばなくて、叫んでないのにみんなブワーって来るわ。ちょ、それはマジで困る。はい、これが3箇所目になりますかね。よしよしよし、ここも行くぜ。ほい、ブロック積んで、ブロック積んで、で、ここ壊す。急げ、残り31分。いや、来たわ、もうまた来た。このこれ何なの？なんか来るペースが早なってんすけど、しかもちょっと待って、回収しきれてない、回収しきれてない。あー、集まってきちゃったよ、ここ。これはこのイベントなのかな。ちょっとクリアしてみましょうか、一旦。これ、いや、硬いわ。ちょっと待った、この子たちめちゃくちゃ硬い。さっちゃんをやっつけたんだけど、とりあえずこっちの子たちをやっつけといて。お一人さんが硬すぎる。しかも放射能なんかずっと使ってるな。なんだこのラット値。やっつけよ、やっつけよ、やっつけよ、やっつけよ。痛い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 。反応が、反応が、反応が、反応が。弾、いっぺんやっちゃった。突っ込んじゃった、突っ込んじゃった。前見たかった、突っ込んだ。突っ込んだ。じゃあ、やどうや、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 どうや。反応が、弾はいっぱいあんねん、反応があんの。リロード。どう、どう、どう、どう。ヘッドショット、ヘッドショット。無理、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 無理。一般サラリーマンを普通に倒せるんだけど。この、放射能ゾンビだって。こいつらが近づくだけでも食らうってどういうこと？これショットガンじゃなくて無理だな。リロードして、一旦リロードかけます。一旦マツコさんも来てます。ちょっとここのトゲトゲをでなんとかこう直線距離、そうね、そこでかけて。いや、なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる、なんかスタンバット持ってる、こいつ。待って待って、スタンバット持ってるわ。ちょっとリロード、リロードかける、リロードしとく。放射能飛んでる、これ痛いな。一応ヘッショで減るは減る、ヘッショで減る、ヘッショでは減る、てるけど、どうよ、ダウンする、ダウンする、一応ダウンするわ。これもうほぼヘッドだな。いや、リロードか。ちょっと待って、放射能が痛すぎる。おっ、足が痛すぎる、痛すぎる。よし、やった、1人やった、2人ともやった。よし、2人ともやった。これ物資ももうゆっくり漁れなくなってるぜ。やばい、放射能、あー、でも放射能は切れるね、すぐ。よし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 、回収しよう、回収しよう。オッケー、ここだ。医療品ボックス来い。アロエクリーム使っとこう。いや、マジでやばい。残り28分。で、この漁るのにすごい邪魔が入るんですよね。邪魔が入るようになってきた。で、しかも持てる、これアイテム。溢れそうですね。でも弾は欲しい。これで今1マス溢れてるぐらいか。よし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 、僕石はいらないから捨てといて、石砂捨てて本読んで、もうやれることはやってますけど、これちょっと厳しいかもしれませんね。大丈夫かなこれ。次のここを、次もう一個あるね、もう一個ある。途中の手前で今寄っただけだから、もうあと2個ある。まだまだ 2個チャンスある。やった。これもうさっちゃん来るね、ほっとくと。すぐさっちゃんがなんか湧くようになってるわ。あ、痛い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 。ちょっと一回でかい回復入れとこうか。でっかい回復入れて、しっかり回復してから掘ろう。なんかもうだんだんさっちゃん来るスピードが速くなってるんですよ。ヒート値が上がりきってない状態でもさっちゃんが湧くようになったのかな。オッケー。さっきもね、ここのボックスを叩いた瞬間にさっちゃん来たんだよね。だから一番最初に優先すべきはこのボックス。さあ来い。いや、来ねえか。さっちゃんいないね。よし、で引き続きこれ壊して、これ壊して、でこれも壊して、とで回収します。本読みます。鉄回収しといて、お薬もらっといて、これ解体しといて、ボールはいらない、ボールはいらない、粘土いらない。でいっぱい取っちゃって動けなくなってもいいように食べるもの、卵いらない。この状態か。3つぐらい空いてるけど大丈夫かな。よし、弾と火薬回復、回収しといて。次、いやもうないな、マジで。次、近い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 、次の現場来ました。赤い子いるわ、赤い子いる、赤い子いる、赤い子いる。燃えてることがいる。あれ、タゲ入ってる、私に。なんかタゲ入ってないね。大丈夫大丈夫、タゲ入ってない。よし、ここも壊していこう。お願いだからお薬出てほしいんだけどな。あ、スキルポイント今上がってない。あー、スキルポイント上がってる。ラッキーな略奪者、これで1個上げて、ラッキーな略奪者もう1個取れる。これで出る確率が上がったんじゃないですか。 HD 狂犬病の薬、狂犬病のお注射お願いします。ほんと出てください、出てください、お願いします。よっしゃ、壊した。これ最後のボックスです。医療品をまず壊して。来てない？もう警官ゾンビとかいるし、あ、8本聞こえてきたし、とりあえず壊して、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 医療品お願いします。出ない。
皆様、ふさおくん終了のお知らせが参りました。いやーマジかー、ちょっと待って、重さ大丈夫、重さはなんとか大丈夫なんだけど、うわーマジだー、どうしよう、とりあえず食べれるものはシャム缶がいっぱいあるからシャム缶食べさせていただきまして、このまま一旦、自宅に戻って静かに最後の時を迎えたいと思います。ちょっと待った、今穴掘りしてて思ったんですけど、3人目のレクトがここにいる。ワンチャンこのレクトにかけるか。23時2分 500m 間に合うかな。お薬売ってるかもしれないじゃないですか、3人目のレクト。ちょっと、いや確かトレーダーが閉まるのが24時だったはずだから、このままダッシュで、この足の速さ、ウサインボルト並みの速さで、なんとか3人目のレクト。まさかレクトが3兄弟だとは思ってなかったんですけど、やばい、3人目のレクトいるわ。これにかけよう。23時5分24時までこの世界トレーダー空いてますから、そこの3人目の三男のレクトがなんとか行って斧で殴られる。で、3人目のレクトがですよ、なんとか薬を直接ね、狂犬病の薬売ってるかもしれないじゃないですか、そこにかけよう。それしかないもん、方法は。出てきたぞー、レクトの煙。三男だ、三兄弟のレクト、まさかの3人目。あれ、これ扉開いてるぞ。あれ、私ここ来たことある。123、あれ、私知らない間に3人目のレクトに会ってた。扉開いてるわ。あれ、このレクト、ちょっと待って、薬売ってない。いや売ってないよね。蜂蜜とか買っとこうか。マジか。作り方が載ってるとかそういうのもないよね。ナイトストーカーとかピストルピル、いやもうこの辺今6000円しかないから、とりあえずそんなにいっぱい買っちゃダメなんですけど。あー、いや、じゃあ知らない間に私三男会ってるわ。前回で私三男会ってる。いやでも売ってないですよね。いや売ってないか。ってことは次こっちが次男で、これが長男でしょ。ちょ、次男のレクトにもまだ会いに行けますね。ちょっと次男のレクトに会いに行こう。スタミナがなくなる。 700m。 そんな時はメガクラッシュ、モンスター並みの力で行くぞ。メガクラッシュ決めてぶっ飛ばしていくぞ。あした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 あ。いやこれ町の薬屋さんとかにあれば一番いいんですけど、トラックショップダイナーは違うよね。薬屋さん見たことないんですよね、今のところ、この近所の町の中で。あー来ました、こっちが次男のレクト君かな。次男のレクト君も知らない間に本当に3人のレクトに合ってるけど、同じすぎて違いが分かってなかったっていうね。はい来ました、次男のレクトのところにも確か売ってなかったと思ったんだけどな。あー売ってないか。これワンチャン日付が5日になって明日の朝、私がいつ感染したかにもよるんですけど、明日の朝一気に回ってもいいよね。よし、でもまあ夜ですけど、爆速で一回家帰りますか。ちょっとこれ持つかな。17分、1日夜が過ぎる朝になる前、トレーダーハウスがオープンするまで持つかな。1日120分で夜の間、今23時で、まあ、ちょうど24時になるじゃないですか。24時から朝の5時か6時ぐらいにはオープンしたと思うんですけど、ゲーム内5、6時間が実質、この観戦はリアル時間なのでリアルタイムで17分。いやもうちょっと夜長かった気がするんだけどな。あと可能性を考えるならですよ、もう朝もう3カ所一気にダッシュするしかないね。オープン待ちして3カ所のレクト、3兄弟のレクトにもう薬を売ってくれってもう投げかけるしかないですよね。4日目のこの補充だよね、毎日補充なんで4日目の補充にかけるしかないか。ちょっと待ちますか、朝まで一旦静かに。よし、ちょっと食べ物系のアイテムを今持ってるものを全部夜の間にですね、料理はもう料理って決めてるんです。めっちゃ作れるようになってる。あ、ついに高屋のお刺身作れる。高屋のお刺身作れるようになりました。で、あとはクラウスゲーマー14のビーフステーキ&ポテト、いやめっちゃ作れるぞ。あ、しかもミリ飯も結構作れるようになってるわ。あー、ミニ飯作ろう。温かいサーモン煮込み、温かいサーロインステーキ。あ、やっぱ油か、ポイントは。この、ミニ飯系とかも重要になってくるのは。あ、缶詰全部使い切ったんだね。よし、これで結構あったかい的な食べ物が来ました。タカヤンのお刺身。きちんと血抜きして熟成させたタカヤンの好きなお刺身。お腹いっぱい食べてゾンビの襲撃に備えましょう。いただきます、タカヤン。いただくよ、お刺身。うまい。見た目は常にブルーベリーパイなんだけどな。うそだろ、さっちゃん来た、家の前に。そんなことあるねえ。いやもう最悪だ。
あいつ家まで走ってきた。うっそ。あ、じゃがいもできてる。いや、そんなことじゃなくて、うーわ、呼びやがった。あいつこれちょっと家の前もちゃんとフェラルフォード対策しないと。これやべえな。やばいやばいやばい、マジで来てるわ。ちょっと家突破される。ちょ、まずいまずいまずい、それだけはまずい、マジでまずいから、とりあえずこれやっつけといて。さっちゃんいきなり走ってきた。ちょっと待って待って、そんな、だってかまども1台しか回してないしさ、ちゃんと消したんだよ焚き火も。なのに叫んだよあいつ、家の前まで走ってきてわざわざ。やばないっすか。ちょっと待った、これはピンチ。その狂犬病とか言ってる場合じゃねえぞ。狂犬病あと10分。これちょっとちょっと待って、ちょ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 、まずいって。ちょっとドア壊さないで、ドア壊さないで、マジで全然食らってないし、全然硬いし。この人何、この人実験体に行ってやばいんだけど、この人全然食らわない。ヘッドショットか、ヘッド判定だなこれ。やばい、ちょっと倒れてる間になんとか。あ、やりロードか。すげえ、めっちゃ硬いし、なんかもう破壊モード入ったし。どうしようどうしようどうしよう、とりあえずこれやっとこう。ちょっと高所からやるしかないこれは。えい、やった、オッケー、倒した。ちょっと幸子がさ、玄関ノックしていきなり叩いてきたんだけど、かまどしか回してないんですよ。ほらこっちも消してるでしょ。うーわ、もう最悪やこれ。皆様、私はついにですね、120分以内に狂犬病の注射を探し出すことができませんでした。こちらご覧ください、狂犬病残り1分と 1M となっております。このね、短い人生でしたが、この世界で、できる限りのことはさせていただいたなと思います。今日一日振り返ってもですね、穴を掘り穴を掘り、鉄針を壊し鉄針を壊し、最後まであがいてみたんですが、これ120分経過した後に120秒後になるんで、さらにプラス2分与えられると。なぜかこの120秒もう一回与えてくるっていうところがあれなんですけども、感染症末期と。あー、来ました、残りカウントダウン始まりました。51、あれ120秒じゃないの、50秒しかないけど。狂犬病発病中です。私カウントダウンが始まっております。で、どうなんだろう、どっちなんだろう。 これを経過してから120秒になるのかわかんないんですけど、10、9、8、7、6、5、4、3、ありがとう短い人生、さようならみんな。あれ、あ、それで、あ、それで狂犬病が末期っていう、もう何も考えられない、もう死を待つばかりなのか。あ、そういうことね。あ、じゃあもう一回、今のあともう1分振り返れば短い人生でした。この最初は弾もなくてゾンビが強すぎて泣きながら頑張って頑張って、ようやく今となって弾が集まってきた。さようならみんな。Da da 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 da